レディオ4ゲーマータップカッコ仮。こんばんは、岡本信彦です。こんばんは、マフィア梶田です。はい、日本最大級の総合ゲーム上サイト4gamer.net が生放送でお届けする番組、レディオ4ゲーマータップカッコ仮なんですけども、うん、タップカッコ仮になって今回で200回目、おめでとうございます。ありがとうございます。そして梶田さん、先ほど、うん、自分のチャンネルの方でも、はいはいはい、ラジカメ前にということで事前放送みたいなやつやったんですね、はい、ありがとうございます。なんかね、不思議とラジカメって A&G で見てる人が結構多くて、はい、YouTube の方って実はそんなにめちゃめちゃは来ないんですよ。そうですよね、うん、で後で聞いたらやっぱり A&G の方に集まってるから、こっちは見た目上少なく見えるけど本当は結構な数聞いてるって話なんですけれども、はあはあ、YouTube から誘導すればもうちょい増えるかなと思って、はい、いや梶田さん、うん、ちょっと7分間やったじゃないですか、うんうん、数分間で1400人ぐらいいた気がするんですけど、うん、そうだね、うん、800人になってるの、みんなどこ行ってんのかなやっぱ A&G で見てんのかなってことなんですかね。 A&G 含めると大した数字なんですよね。そういうことですかね。いや A&G 含めると本当に結構な数字いってるらしいんだけど、らしいですよね。みんなね、忠誠心がすごくあるみたいな A&G。 あ、なるほど、うん、A&G の方で見ないと YouTube でわざわざ見るよりも A&G で見てる方がもう慣れてんだろうね。 ありがとうございます、うん、いや、まあ、どちらにしろ嬉しいです。ありがとうございます。ありがとうございます、うん、さあ、ここでちょっとメールの方もいつ紹介したいと思います、うんうん、千春さん、ありがとうございます。のぶくんマフィー、今夜もしこってる？しこってるよ。まずはラジカメ放送200回達成おめでとうございます、うん、ありがとうございます。この番組を見始めたきっかけは正直全く思い出せないのですがお二人をはじめ長ハーマンさんやオレッチさん、毎回のゲストの方とやり取りが見られるこの番組は、うん、今や私にとって欠かせない楽しみの一つですと、うん、これからもゆるく楽しく、そして時々しこりティを発動するであろうラジカメを応援しつつ楽しみたいなと思います、うん、ところで200回を超えるラジカメで、呼ぶゲストの方はいるのですかと聞いちゃう。それ今個人的には最近、うん、マフィーがゲーム愛配信祭り祭で、うんうん、一緒だった VTuber の方とかも面白そうだなと思いますということで、あ、まあ、もしかしたら VTuber の方来てるかもしれないですよね。どうね、ゲーム愛配信祭りの時はなぜか俺二次三次のくくりに一人だけ生身で放り込まれたおかしな宣伝画像だったのよ。二次三次の V の中に一人だけ生身の俺が混じってるの。いや、なんでだろう、二次三次女族で固めるじゃんほぼ二次三次ってこといいんですかね。二次三次さん、俺のことを引き抜きたいですかもしかしたら好きなんじゃないですか、うん、きっといいことですよね。まあ関係ないんだけどね、アテンドしたのは Google だから。ああ、はい、なるほどなるほど、二次三次の方々面白かったよ、うん、あ、面白かったですか。やっぱ確かにラジ画面でまだ V って来たことないよね。ないです、ないです。一遍くらいやっても面白いかもな。そうですよね、来ていただけたら嬉しいなっていうふうに思いますよね。画面ってどういう風になるんだろうな、合成すればいいのか、右下とか左下にイラストだけポコって、すでにいろいろノウハウがあるって。ああ、じゃあもう、うん、アイジャンさんが知ってるから大丈夫ですか。じゃあ今度ちょっとね、お招きしてみようかね、はい、ぜひぜひお願いします。そうだね、はい、さて番組ではですね、あなたからのお便りをお待ちしております、うん、僕たちのメッセージ、取り上げてほしいゲームなどどんな悩みでも OK です。メールアドレスはすべて小文字で 4gamer@joqr.net 4gamer@joqr.net 数字の 4gamer@joqr.net です。はい、採用させていただいた方には1500分の iTunes カード、また Google プレイギフトカードをプレゼントいたします。ご希望の方はおところ、お名前、希望するプレゼントを必ず書いて送ってください。また YouTube の 4GameSP チャンネルでも同時配信中です。 Twitter で番組のことをつぶやく場合はハッシュタグラジカメをつけてください。そして今回のプレイコーナーではタップカッコ仮になって記念すべき200回目ということで、うん、番組にゆかりのある素敵なゲストをお迎えしまして、うんうんうん、任天堂スイッチチーム用ソフトレッツプレイオインクゲームズをプレイします、うんうんうん、こちら海底探検やエセ芸術家ニューヨークへ行くなど、オインクゲームズの人気作品をオンラインオフラインで遊べるタイトルでございます、うん、それではそろそろ行ってみましょう。レディオ4ゲーマータップカッコ仮、最後までよろしく。レディオ4ゲーマータップカッコ仮、この番組は日本最大級の総合ゲーム情報サイト 4gamer.net の提供でお送りいたします。
レディオ4ゲーマータップカッコ仮。プレイング4ゲーマー。さあここからはなんですけど、もうでもちょっとその前にもういいですか番組にゆかりのあるゲストの方、この方です。はい、どうも男色 D のですが、いや VTuber です。どうも VTuberです。どうも。いや、えぐいて。ハードルの上げ方えぐいて。前回から、俺はずっと言ってたんですよ、うん、男色 D のか、トム・クルーズ呼べって。だって一応振りは聞いてたわけね。確かに言ってましたよね、ちゃんとトム・クルーズの可能性もワンチャンあったんだね。男色 D のトム・クルーズ、キアヌ・ディーブソン、どれかだ。うわ、並んだな、嬉しいな。ハードルだな。いや頑張ろう。そうなんですよ。いやもう本当に VTuber の話してたじゃん。で出すみたいな雰囲気だって。無理いろいろあるんでしょう。あとコメント欄でちょっとハードル下げてる人もいますね。バグハーマンさんかな。ハーマンさんじゃありませんよ。いや私もそこそこ低いよ、ハードルとしては。いやリーノさんはですね、キャーってきてますよ。あ、ですか。みんなね、もうリーノさんおなじみですから我々。ありがとうございま す、ね、結構出させていただいて、リーノさんが出た瞬間に、はい、あの人数が一気に増えましたね。本当ですか。増えました。あの400人ぐらい増えました。マジで、はい、リーノさんすごいっすね。いや逆にこっから減ってほら偶然じゃん、その瞬間の400人はすごい。だからYouTube 徘徊してる人たちが、うん、あ、これディーノさんだって言って、うん、見込まったの。おー、なんで男色ディーノさん、ピンクのおじさんが来たディーノさんは2020年2月以来2年半ぶり、はい、あ、そうですか。そんな経つんだ。そうなんですよ。あ、でも確かにあの若干コロナに入ってあのお触り禁止ってなったのを覚えてる、うん、そうそれで、無印の時代から数えると通算9回目です。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、逆にまだ9回だった。確かに、うん、あ、そうですか、うん、まだ10回も行ってないの。最多ですかね。最多タイなんですか。最多タイかな。ありがとうございます。初出演のウィズ吉彦は、あ、吉彦さん、いや初めて来た時吉彦さんと一緒に来たんだ。相変わらず頭おかしいね。どういう状況だろうそれ。いやそう、いやもう想像通りの状況ですよ。吉彦 VS マフィア梶田の特殊マッチをここで繰り広げた。そう吉彦さん知らなかったんで、あの吉彦さんやばいっすよってずっと言われてて、超寡黙なんで絶対怒らせないでしょ。喋んないまあもう十何年前だからね。ひょっとしたら知らない方は吉彦で、あの調べていただけると。吉彦は本当一言も喋らない、ね、信彦と吉彦は結構水と油でした。そうでしたね。困らせてる。すいませんね、その説は。でその初登場が無印じゃ2010年7月放送だから、はい、すごいですね、10年以上経ってます。12年前、おでね、2015年に俺が台湾出張で不在だった時には代打でね、ありがとうございます。本当に準レギュラーみたいな存在。ありがとうございます。で今回ですね、そんなリーノさんをお招きして何を遊ぶのか。はい、今回、はい、じゃあちょタイトルいきますよ、はい、今回取り上げるタイトルはこちら、レッツプレイオインクゲームズ。さあ今回ですね、ボードゲームやデジタルゲームの開発を手掛けるオインクゲームズより配信中のレッツプレイオインクゲームズをですね、まあオレッチさんも含めて、ああそうです、リーノさんと一緒に、はい、あ、ごめん、マイク叩いちゃった、ごめん。そういうこともある。そういうこともあるよ。この4人でやっていきましょうと、はい、いうことで、はい、じゃあオインクゲームズについてオレッチから説明してもらおうかな。はい、了解しました。レッツプレイオインクゲームズとは、はい、オインクゲームズの人気ゲームをオンライン、オフラインで遊べるタイトルとなっております。任天堂スイッチと Steam で好評配信中でございます、うん、で収録ゲームは、第1回ゲームマーケット大賞を受賞した海底探検、みんなで楽しむお絵かきパーティーゲーム、エセ芸術家ニューヨークへ行く、よくやるこれ、はい、3枚の手札群名を分ける対戦カードゲームスタートアップス、チームワークが試される協力型ゲーム月面探索、オインクゲームズを代表する対戦3ゲーム藪の中などなど、といった感じになってました。今回ですね、はい、一応海底探検と衛星芸術家ニューヨークへ行く、はい、でちょっとまあ時間があればちょっともう一個やろうかなぐらいの、なるほど、わかりました、やりましょうよ、はい、やっちゃいましょう。
今日はもう何のしがらみもなくただただゲームを遊ぶ。そうですよ、しがらみあるのかい。普段はしがらみだらけですよ。あ、そうなんだ、言っちゃうんだな。僕ね、まあ、しがらみっていうか普段はメーカーさんをちゃんとお招きしてるから、やっぱそのゲームに対していろんな PR とか考えながらやんなきゃいけない。まあ、そりゃそうだ、うん、今回はディーノさんだから。あ、なるほど。私が来たイコールもう本当にみんなで、ね、うん、ワイワイやろうよという、バカになって喜ぶだけ。あ、いいじゃないですか、うん、そういう姿をみんな見たいんじゃないですか。そうそうそう、出現しても大丈夫ですかね、これで。あれ、テーブル抜けちゃった。え、あれ、あ、ちょ、どうしたんですか。4人で遊ぶ。4人で遊ぶ。4人で遊ぶよ。俺、はい、プレイヤーいくつだ、これ。オッケー。あれ、1人がいない。あ、これでも僕が多分1になってるんで。オッケーです、オッケー。オッケー。じゃあまずは、海底からいくんですか、これ。海底からでございます。オッケーです。海底探検はどんなゲームなんですか。はい、まあ、簡単に説明するとですね、海底探検は、ちょっとこれ始めながらちょっと説明しましょうか、はい、あ、なるほどね、はい、海底探検ですね、まあ、こんな感じでフィールドがポポポッと出てきまして、はい、まあ、物資を持って帰って、うん、まあ、一番物資を持って帰った人が勝ちと。なるほど。で、なんかあのパネルに数字ついてるじゃないですか、数字つかなんかマークがついてるんですけど、あの数字が大きいほど大きい、まあ、財宝を手に入れられる。うん、ただその同じ例えばあの4つポッチの中でも、うん、あのランダムでこう数字が振ってあるんで、ランダムなんですね。そうなんですよ。なんで、まあ、どれぐらいの価値があるかは、まあ、運次第なんですけ ど、 なるほど。これ深く潜れば潜るほどポイント高い可能性があると。そうなんですよ。なんですけど、うん、戻らなきゃいけないんですよ。取りに行っても戻らなきゃいけない。そうなんですよ。で、最大、まあ、こんな感じで潜るってやると、まあ、サイコロ振るとですね、これ2つあるんですけど、これ最大3までしかないサイコロなので6なんですよ、最大値が。で、6で例えばこれだと3進みますと。なるほど。で、このパネルついたらこれを拾うのか何も失うのか。なるほど。で、例えば拾うじゃないですか、うん、普通は拾うよ、はい、普通は拾うよ。で、これ拾うとあれが、あれが一番最後にオープンされて得点に変わります。なるほど。ただですよ、あの僕今1個拾ったじゃないですか、左の画面ね。そうです、の方で、はい、僕が拾った後僕のターンが来ると、うん、その分だけ酸素がどんどんなくなっていくんですよ。あ、で、僕らのスタート地点にある空気っていう25ってついてるのあるじゃないですか、はい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 、あれがどんどん減ってって、あれがゼロになると、はいはいはい、フィールドに残ってる人たちみんな溺れます。なるほど。で、あ、分かった、溺れさせるゲームですね。じゃあ違いますね、酸素は強要ってことが。そうなんです、酸素は強要でございます。 なんでその間に、次から一回進むと引き返すっていうコマンドが増えるんで、ちゃんと引き返して、うん、自分の船まで戻れたら、はいはいはい、抱えてる財宝の分だけ得点になります。次からまあ酸素が動いていくわけね。そうなんです、はい、ここからですね、酸素が動いていく。みんな拾うんだな、はい、これはつまりこれはもうどんどん進んでいっていいってことですよね。だからあんまり拾いすぎると酸素不足で帰れなくなるっていう、はい、そうです。あ、でも今2が出てるけど1減ったってことね。そうなんです、抱えてる荷物の数だけ、うんうん、サイコロの出目からマイナスされます、ね、なるほど、はい、拾った？拾いましたよ。え、みんなちょっと後先考えてなさすぎじゃない？財宝が目にあったら拾わないで選択肢ないですよ。なんかかっこいいように言ってるけれど多分違うぞなるほど、ね、これでも分かったわ。でも誰かが一人拾ったなら拾った方がいい気がしますね。こう空気読みゲームに近いな。あ、なるほど、ちょっとチキンレース的なね、なんかありますね、そういう感じが、はいはいはい。多分ですね、これ3セット繰り返すんですよ。ほうほう。3セット繰り返していくんですけど、うん、2セット目以降フィールドの、まあ、簡単に言うとフィールドのマス目が短くなるんで、うん、より深いポイントを取りやすくなるんですよ。なるほど。なんでこの1セット目は、まあ、まあそんな、そんなよりしなくていいんじゃないのかなと思ってますけど。なるほどね、さらに潜る。これ面白い、メイドインアビスみたいで面白いな。あ、確かにそうかもぽい。うん、深夜に潜ってってね、潜って潜って潜りすぎると帰れなくなる。みんな拾うな。突然上がれないしね。上昇負荷だと考えれば、あれ、うん、このシステムでアビスのゲーム作れんじゃない。てかこれ側変えればいいんじゃないですか。側変えればそれできるよな。ダメダメダメ、オーニングゲームズさんに謝ってる。うわっ、あ、ちょっとそれはいらないかも。これはいいんじゃないですか。じゃあいらないんだよ、帰りたかったもん。あ、よかった、来ないよ。さあ、いるところには行け。あ、そっかそっか、減ったんだ、減ったんだ。で、拾おめ、拾おめ、大丈夫？ 3 つも拾ったらもう帰れないんじゃないの？最大値が3なんで、これで味方を飛び越す時って数字が、うん、なんていうんですかね、カウントされないんですよ。ほうほう。要は同じマス目止まらないんで、味方がいるんだったらその分だけマス目の数がやべえやついるって。カシダさんやべえわ。カシダさんもう嘘だろ、嘘だろ、嘘だろ。行く行く行く、俺ラストダイブする。これがカジヤム。ちょっと待って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 。いや違う違う、出てるからね。まずいまずい、憧れは止められねえんだよ。いや、かっこいいこと言うな。いやいやいや、いや、でも行くよ、うん、ちょっと帰ってきて。嫌だよ、嘘でしょ。まだこんなん第一層だよ、こんなとこ。
いやいやだっていやこれもっと行くんだ、なんか拾わないと損みたいな空気になってるから拾うわ。だって冷静に考えて今僕ら3312なんで、うん、計今9なんですよね、うん、ってことは1ターンで9減るんですよ。ってことはもうあと2ターンも持たないですよ。帰れないじゃん、帰れないじゃん。ごめんやけどちょっと難しい計算はわからんわ。やべえ帰れねえ。いやしこり超えてもらえないと困るんだけど、これはやばい、うん、ね、ちょっと落とそう。あ、これ落とすことで減るわけ、荷物。そうです、その分マス目が出やすくなるプラス酸素が減りにくくなりますね、うん、ちょっと待って、ちょっと僕の計算と違うんですけど、みんながこう戻ってきてそれを超えていくっていう計算だったのに、これ帰れないぞ。これ結構もうダイスのマイナスえぐいな。いやこれ僕3マイナスなんで、いやもうゼロやん、もうゼロやん。まあでもシコリンがこれで超えてくれるじゃん。上昇負荷だ、上昇負荷で僕もじゃあ落としますと、帰れなくなるのやんで落としますと、帰れなくなったよこんな、帰れないよこんな、どいつもこいつも情けないの。いやいやいや、もう帰れないこれ。で空気量半分っていう感じじゃないんだね、半分で帰るみたいな目安じゃないんだよ、俺が今3のダイブと違うな、3だからいけるか。え、こっから帰って、まあ、僕は無理だと思うよ。いや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 、あ、でもまあ捨てればいけんじゃないですか、その1、うん、あの三角形のやつは別にいらないんで捨てて、ただ拾おうよ、あれしかないんですよ。バツのとこでしか捨てれないんで、そっかそっかそっか、あ、そうか、捨てれないのか、じゃあ拾おう。嘘嘘だろ、もう諦めてるやんこの人。違うって、俺は先の先を見とるんよ。いやでも私だけ帰れるんじゃない、減らないから、うん、いやわかんないけど、あ、嘘嘘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 嘘で11、あ、ギリギリいけんじゃいけねえな、どうせどいつもこいつも帰れねえだろこれ。いやこれシコリンがいることによって、うん、僕はワンチャンあるんですよね。ワンチャンある、あのお互いに返して返してで、そうそうそう、超え合えば、お互いにこう超え合えばいける。いやいや、もうそういう2人だけの世界とかよくないよ。いらないよ。3なんで1いっとこ。え、これでもきついな、5以上出さなきゃいけない、出るわけないじゃん普通に考えたら。これはまずい、ちょ、あ、これ俺帰れないじゃん。もう拾え、惜しかったね、帰れないやん、これも無理ですね。おいおい、え、これみんな死亡、ビビってるビビってる、チケン、チケン、チケン、シコリンね、あの酸素ゼロのターンがあるんで6出せば、おい6、シコリンはワンチャンある、確かに、シコリンはワンチャン、確かに、あとはもう誰もない。あ、終わった、拾われたら終わる。拾われたら終わる。これはエグ、これはもうカジタのもう足引っ張りムーブがやばい、時間がやばい。あ、違う、シコリンいけるよ、次でシコリンが、俺が6を出せばいいんだ、そう、空気ゼロになって、俺はこれちゃんと考えてるからね、これいけんじゃない、そう、ディオさん来たことによって確率が今3分の1ぐらい、 30% ぐらいあるよシコリン、うん、あ、このラストターンがあるわけね。そう、これシコリンが5以上じゃん、運命の、いや、ダイスロール、無理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 、あー惜しい、拾え拾え、もう拾っちまえ、拾しかない、これ拾しかないな、いやー俺の勝ち、いやいや、勝てない勝てない、みんな死んで、みんな死んだんよ、そういうゲームじゃない、みんな同じ死ぬんだったら宝一番抱えて死んだやつの勝ちやろうが、いやいや甘かったな、ちょっと潜らなきゃよかったな最後、見えてこれよ、タンク塚の鏡やぞ俺、やばくないあの人、やばい、全員パタパタ言ってるもん、あ、でもこれで性格が分かったわけですよね、みんな、でも大事なのはこの後っすよ、そう、ここからですから、これ死んだ後ポイントが全部ケツに回るよこれ、そう、あれ一応じゃないです、しかもですよ、あれ一個で、うん、あのいわゆる1個抱えてる状態と同じらしいんで、そう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 、ああ、じゃあめっちゃ熱いじゃん、そう、僕もあそこまで行ったことないんで分かんないんですけど、だから白線のゲームで言うんだったら今は正解っすよ、あそこまで目指してもらって、だから最初はもうみんなかき集めてっていうのは全然あるよ、だから俺はかき集めたんだよ、なるほど、逆転するために、なるほど、作詞だな、そうそうそう、じゃあもう一回ちょっと一発目と潜ってもらって、ああ、でもそういうことだ、何もしてないの、いやいや、もうこれ取りに行ってる、取りに行ってるぞ、一攫千金よ、いや今回は最深部まで潜ることを目標にしてるから、あ、来た来た、すまんね、先に、お先にもっと取りに行けちゃう人がいる、3まで行ってるやん、取りに行けちゃうよ、こんな最深部目指していくぜ、いやいや、え、チキるんすか、それ取ったらチキですよ、それはあれ取ったらチキ、これ、これ、いや、これ生身でやってると煽り合い怖いね、あ、これいいんじゃないですか、悪くない、悪くない、みんな、めっちゃいいじゃないですか、まあ取らんでしょうね、まあね、絶対取らないですよ、うわあいつ本当に性格出る、それ抜けがけや、ひょっとして次戻るんじゃない
戻ったらその分だけもう酸素消費しなくなるんで、うん、確かに潜りやすい。なるほど、違った、あ、あれ、あれ、もう、あれ、今何、あれ、どうしたの、壊ないのが正解でしょ、我々の今、正解ですよ、何言ってんの、誰で拾ってるやつだよ、そんなやついるんですか、やべえって、すげえ、どんどん行くぜ、おい、すげえ、すげえ、マジでいけんじゃねえの、これ、うん、負けねえぞ、嘘だろ、負けねえぞ、おい、嘘だろ、本当に行くのか、いや、これでも行く人がいるんだったら、もう早めに拾いまくって、酸素枯渇させなきゃいけない。なんもしねえぞ。わ、これはまずいぞ。しかもちょっとこれ拾いまくる。誰か一人がそのムーブをしだしたら、うん、全員が多分酸素を枯渇させようとしてくるから。いちいちこい、いちいちこい。多分全員死ぬ。いいよ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 。え、嘘だろ。いいよいいよ。嘘だろ。おい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 、何やってるんだ。拾ってんな。しかも長いもうそれ拾うしかないもうこっから。いいよ。潜る。あ、でもこれ3も3回目ももっと短くなるわけでしょ。もっと短くなる、ね、なるほどね、うん、ここでアホほど拾うのも一個面白いかもしれんね。そうなんですよ、なくはないっすわな。確かに、またさらに次のターンに引き継ぐのもなくはないんですけれども、これでも2人でこの距離をこれ6いったらちょっと夢あるね。6いったら、あ、3回絶妙。まあでもそこでももう拾えない。この辺ポイント高そうだな。拾った方がいいんじゃないですか。拾った方がいいっすよ。拾うか、拾った方がいいっすよ。いやいや、そこのワンピース夢追い人じゃん我々。やっぱいらね。おお、マジ？かっこいい。うん、いや、そういう感じは見たかった。マジ？宝を大量に抱え込むまでは諦め。ちょうど4ですね。これ一番美味しいポイントですね。ごめん。拾いよったわ。こういう感じですよ、ね。こっから帰ればちょうどいいんじゃねえかっていうね。うん、確かにこっから帰ればちょうどいいですよね。まだまだいけるっしょ。引き返したやついる。秒で引き返したやついる。そんな数で引き返しちゃうの？そんな落とせるよ、落とせるよ。それで控えちゃうの？なんかがっかりだよ、ね、絶対勝つんや。絶対勝つんだこのゲーム。やっぱちょっと見えます ね人間っていうのは。そうだね。え？おちょっと間違えた。あれ？あれ？あれ？いやもう行くし。いや待って、潜るんや。枯渇まさか。嘘だろ？お、拾った。あ、これはもう。これはかなりですよ。だからシコリンが先に行けば酸素の減る減量も減るわけでしょ。シコリンがすごい。おお、いける夢が、夢見れる、夢見れる。マジで夢見てんじゃん、あの人。夢ある。いや、もう帰ることを忘れている。すげえ、目は前に進むために前についてるみたいな。そういうこと。話だ。すげえ。ごめん、リアリストです。いや、そういうところですよね。やっぱ大事ですよね。うん、リアリストの部分って、はい。もう帰んなくていいよ。6層から下に潜ったらもう帰れねえんだから。ディオノさんめっちゃいい位置拾うよ。でもあー、いい位置だな、その位置。ディオノさんこう協力して帰ってこう、お互いに超え合えばプラス1だから。なるほど、ね、なるほど、行こう、いいよいいよ。あ、ちょうどいいんじゃない。ちょうどいいって何かか分かんないけど、いや悪くないですよこれで。シコリにはもうとっととゴールしてもらって。あ、それはいいね。酸素が邪魔なんで、あいつ拾うぞまたこれ多分。もちろんですよ、帰れ帰れ。もちろんですよ。とっとと使うだけ使って。でもシコリこれあのマイナスってかその3以下だったら進めないから、ね、そうですよね。そう、怖いんだけど、このさらに潜るが最初にあるの。潜りゃいいや。ああ、こっからも潜れるんだ、引き返すと決めた後も。あ、じゃあ、じゃあ、今初めて引き返すの。来たー、これはマジか。おい、さっき言ってた話何。これはでかい。さっき言ってた話まさか拾うのか。いや、これは無理無理、これ拾ったら帰れない。これ拾ったら帰れない。これはちょっと夢が、ロマン、ロマン、ロマンだ、そこにロマンはあるの。あ、いただき。あ、めちゃくちゃいいじゃないですか、それ。誰かの、誰かも知らんけど、それでもあの1が多めっすね。おー、でもいいね、うん、これ誰が置いてたやつだ。トゥーン、トゥーンだっけ。2,3,4,5,6,7,8 ですよね。カイズさんは2ターンで帰るんだ。あ、悪くない悪くない、いいじゃないですか。2ターンで帰る。あ、そう。何を言うとんだ。なんなら進むよね。帰るわけないよ。何もしない、拾うだけ。こんなとこ来て帰るわけない。帰らないの、帰らない、帰らない、当たり前じゃん。帰らないの、最初から生存なんて。こっから帰るやつバカよ。うん、ほんとそうよ。俺がひろゆきさんだ、そういう。こっから帰るやつバカです。うん、頭の悪い人です、うん、そうそうそう。あれ、ビビってるじゃん、しこり。いや、帰れないかもしれない。しこりビビってるじゃん。いいぞ、ディノさんといい連携取れてるよ。ここでちょっと足踏みしようか。足踏み。ちょっとどうよ、どうよ、どうよ、これ帰れるかな、みんな。帰れるかな。かっこいい、なんか可愛い。プー潜ってるやついるって。当たり前じゃねえか。潜ってるやついるって。ラストダイブだぞ。あ、これでもう最後まで行った人がいる。なんかもう
最新部アルマゲドンかなこれ。でも最新部まで行った人って大体ね、その人の話聞けなくなるからね。確かに。そう。うわこれ意外ときついぞ。俺もう一旦戻ってあっち拾いたいな。あーあるね。うん。あ、リノさん足りないよそれ。足りないね。リノさん足りてないよ。落とさないでも。これいけるか。リノさんでも帰れないんじゃね。シコリンで三ケズ。あ本当だ本当だ本当だ。で、あでも今ので三ケズだったのか。でカイさんあギリだな。うわマジ嘘だろ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 シコリいいねマジシコリいいねマジいやいやそれはないだろえでもシコリターン来ないよ多分確かに来ないわじゃあ拾った方が良かったね終わったわほらあんなところで帰ろうとするから引き返せないわこれニーノさんでラストでこのゲーム引き返せない2なんで6のみ違うな5、6か5、6でいける5以上そんなになるわけないじゃないそんな出るわけないじゃないですかあのミルフィーユみたいになってるプレートが拾いてんだよこれ1か3出せるダメこれ。カイさん残ながらもうターンが来ないっす、うん、来ない、うん、あれは拾いたかったなあいや次カイザーさんかいけるいけんじゃないですか次カイザーさん拾いますね私6出せばいいわけでしょゼロでいけるいやディノさんターン来ないっすディノさんはないっすディノさんもターン来ないっすディノさんないかあおちょうどいいかちょうどいいとおすごいしゃ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 ミルフィーユ拾えたすごいなんかすごいすごい勝者総取りみたいになってる見ろよこの量やば次のターンのこの人やばいこれはいわゆる低レベルって戦いじゃないかいやよく出しすぎ全員次のターンで決着でしょ俺そんな出しなかったのよ、ね、本当になんか運悪くないシコリンは運がある運悪いシコリンはあんな段階から帰ろうとして死ぬまで脱せいや同じ死でもちょっと種類違うよねあんな序盤で帰ろうと悔しいの浅瀬で溺れして運がずっと悪いんだな、うん、これはさすがにみんなもう勝負よこれ確かにこの短さでそりゃそうよ、うん、俺はだってラストターンだからどんだけガッポガッポ持って帰るから確かにてかなんならみんなで帰ろう奥まで行ってそうね、みんなで行きましょうほら奥までそりゃそうよそうだよ潜れもう潜るしかないよ言い出しべ大体裏切るからはいあでもいいよなんか当たり前じゃんこれもう友情でもあるよこれは並びがいいチーム戦ですもんね、うん、そう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 これだって酸素が強要になってる理由を考えてくれそうそう、ね、いや本当そうよおっしゃる通りだ本当に結局誰が最後に財宝を大量に持って帰るかどうかでそういうことよ国益につながるわけいやいいこと言うね、うん、やっぱ違うわカチャさんは俺ら命かけて国益を今稼ぐことしてるああいいことだはいでもこれあれっすね最後結構あるんで、うん、2、4、6個あるんでうんまあうまいことね分けながらいきましょうよなんか俺っちが言い出すと途端にやる急にうさんくささん半端ねえよ本当かな拾うまで酸素減らないからいくらでも潜れんだよ俺おお、じゃあもうそれはもう最後ついてからの話になるよねもうみんなでゴール結局あそこの大量のパネル地帯をどれだけ回収して、うん、どれだけ早く帰れるかそうねあのパネルを回収したらもうあとはもう血も涙もない争いに行こ う, そ, う, そ, う, そ, うそれまでは分かってるよねそら新種協定そらそうよそういうことですよみんな気づいてないかもしれないけど俺4番目だから不利なんだよねそういうことなんのこれ酸素の減り方が多分最初の方のが6度してきたおおめちゃくちゃ不利じゃないじゃんおー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 踊り出てる踊り出てるおいおいもうミルフィーユ地帯行くぞおあでもあれか後ろから回せるってことはその分人を超えれるからあこれは、うん、めっちゃいいそうじゃあ最初の一発いただきますよ何枚それ分かんない何枚かさ3枚かな、うん、あでもまあ基本3枚、まあ、まあ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 よしこれでもすごいの潜るよ3枚取ったところでずんずん勝ちは遠いからね確かに、うん、あ絶妙だなこれ一応拾うけどさこれどれが一番このカシャさんの前が一番いいんじゃないですかいや そ,、ね、その後ろのやつが青入ってるんですよ4のやつ入ってるんでカシャさん次のやつ強そう俺がめちゃめちゃ貯めたやつがどっかで分散してんのかな1しか減らないのがいいよねこれあ4いったなしかも奥までいっちゃったのああだからでも悪くないんじゃないまあまあ、数あるもんほら見てくれよこのみんながみんな宝を今大量に抱えてるこの状態これよねこれこれカイザさんの、うん、英雄的なムーブがあったからこそ生まれたロマンだねだから俺はアルマゲドンのブルース・ウィリス限界突破してるあこれいいんだあおえでもその間にあるやつを誰が取るかみたいな話にならないこれ確かにこれ一番さあみんなこれ平等に3枚ずつだけれどもポイント高めのやつを持ってるやつが結構シコリンかなシコリンが一番高いかな、うん、あそうね3を2個抱えてるんでここダイブ1出さないと無理だこれ俺っちもまあまあじゃんそうっすね 1個しかかんないっす、うん、
ここから書いちゃう。こっからが勝負する。あ、なるほど。わ、うん、これは5はきつい。確かにな、離れられるとかからが勝負するわ。確かに確かにそうだな。これで俺の戦法が勝ちにつながる。やばいやばい、わかるわかる、同じことやばいやばい、これやばい、同じことをしようとしてるよ。やばいってこれ、ずっとこれをこの光景を狙ってた。なるほど。じゃあカジアンとどっちがもう先にこれ。あ、でもいっぱいもらうよ、これいっぱいもらうよ。あ、これディーノさんすげえぞこれ。ちょっと待って、これ泥仕様にならない？結局ディーノさんすげえ稼ぐぞ。帰れるのこれ？6枚だぞ。帰れるんか。まあ台数目次第だよね。台数目次第よ。6よ、出ろ6。え、これ手前のやつ拾うよりももう、うわー、やべえってこれ。お、それ拾えるのでかいよ。帰れたらでかいよね。帰れない、まあ、帰れたらね。多分絶対帰れない気がする。2つ抱えてる人は無理なんじゃない？すごい高ポイント帯だね。もう帰れないこれ。やばくね、しこりのやつ。うん、絶対帰れないこれ。俺っちはもうどうあがいてもこれ多分生きて戻れないと思うんだけど。あ、来た、ここで最高潮出していく。拾うんですよね。いや、拾えません。うわー、うわ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 、拾わないんだ。拾うと死にますね。ちょっと絶妙だね、出目だねこれ完全に。もう7ですね今。うわー、めっちゃいい。まあ進めるだけマシよ。そうね、え、もうやべえのいるって。カズもうそれ以上拾ったらやばいよ。おー、まあ俺以外の人は拾わなきゃいいだけの話だ。うわー、出たー出たー、カジタブシ。それ言うのみんな拾うんだよね。1ですね。そんなそんなん言われたら、そんなん言われたら拾えるから良かったじゃない。もう誰も帰れないって。これ帰る、まだまだ帰ることは諦めない。これは違う、これはむしろ拾ってもう全員帰れないパターンを作る以外は多分もうケツ2人はもう勝てないですよ。え、何この時間はみんな0点のためにやってんの？そうですよ、もうやっぱ仲良く落とせ落とせ落としちまえ。誰か帰ったよ。いや俺は生きて帰るよ。泥試合だこれ。でもカズヤもワンチャンあるもんね、うん、出目で僕何これあ、でもまあ落とせるよ、落とせるよ。意味なくなるやろそしたら。カズだって3減るのよ。帰る、もう必ず落とすこともできない。帰る1 いやダメだな、カズさん死んだなこれ。これは落とせないもんね。拾っちゃいますか。これはこれ拾うしかないですか。何もしない方がいいって。これ次のターンワンチャンあるか。まだある。一応あるね。まだギリギリいけるかな。六が3回出ればいけるんです。すごい確率だね。あとそれぞれ多分2ターンぐらいしかない気するけど。あ、無理だ。六三回出さない。超えてほしいんだよ俺。いや絶対無理ですよ。超えてよもう。いやいや、こっちだって超えたいんだよ。超えたい気持ちあるのか。計算が合わなくなっちゃうこれじゃ。何もできることがない。他人を計算に入れるからダメなの。しかり超えて任せてください。俺が超えますわ。超えねえだろ。ここまさか嘘だろ、嘘だろ。うわ、もう諦めに入っとけ。足いっぱいに来てるあの人。これ3ターンでおしまいだよね、はい、次もうお宝引き付けない。サドンデスみたいなのないよね。なんだ、ま、もったいない。これで僕66出したも無理なんじゃねっていう。いや無理っすよ、66ですらないしね。66ですらないし。あ、いや待って、いい週いや来ないんじゃないですか。7だから無理だね。来ないっすよ。空気6でしょ。俺のターンで死にますから。広い広いやん、もうどうせやだ。おお、なんかやだ。カジアンが抜いたらひょっとしたら、いや来ないんすよ。来ないっすよ。そうかそうか、ちょっとこれは来ないっすね。いや、びっくりするぐらい泥仕合だね。泥いね。カジタさん、カジタさんが拾わなかったらなーとか言って。いやいや、拾うね、拾うね。俺帰る計算だったんだけれども、なんか周りの連中がバカみたいに拾うから。カジヤ、どっちか。何もしないか拾うか。だってね、こっちはね、全体の利益のこと考えてたのに、みんな自分の利益してる。誰これ誰誰誰誰かもしれない。俺おっしゃったかな、今。え、誰ここはでもすんの。よし、行くぞ。拾うしかない。まあ、だろうね、まあ、あんま変わらんけどね。運命は。もう4ターン目ないの。奇跡の4ターン目。奇跡の4ターン目もまっすぐ。あ、まだ引き返すよそら。残りしこり残りっすね。え、でもこれ6出たら逆に、ああなんか何か何かってこの微妙な落としてやろうか。意味ある？あえてね、こっちかな。あ、でもこれしこり拾えるんじゃないこれ。あ、ダメだ。でもディノサイルから拾えねえ。そうなんですよ、シコリンの番です。シコリもそもそも3だから。それ無理だね。マイナス3だから到達できないの。6出たとき。そうなんですよ。
あ、でもしかもこれ最多だよ、これ拾ったら。拾う。最多賞です。よっしゃ。めちゃめちゃ持ってる。すげえ欲深い人みたいな。めちゃめちゃ抱え落ちしてんな。すごいな、これ。すごいわ。しかも表示されないんじゃない。ここはみ出してるもん、お前。コテン、コテン、コテン。数字は見えないよ。はい、まあ、俺らの後に続くタンク使うかこれ拾って書いてくれるから。そうかな、うん、で俺らはその後の世代につなぐために頑張った。あ、そうだね、見てください。でも逆に仲いいじゃないですか、全員1位です。やった、やった、これをみんな、これが令和。あ、そうそうだね、みんな手つないでゴールしよう。これだ、これが本当の全員1位って素晴らしい、ね、いや、そう、そういうことですよ、うん、誰も負けてない、うん、誰も勝ってるのかな、分かんない。みんなが勝者、全員が勝者です。勝敗なきこの世界、この十何分何だったんですよね。美しい、全く持って。美しい。はい、行きましょう。じゃあ、いや、まだこれ決着つけたいですよ。次のゲーム、次のゲームで決着。はいはい、はい、A ボタン押してください。今この番組見てるみんな、未来は任せたぞ。カジ、カジやん、なんかボタン押して A ボタン押してもらっていいですか。 A ボタン、あ、いいよ。で、じゃあ次はやった、新アイコンも獲得したよ。本当だよ、うん、あれ完成になってる。あ、ちょっと待って、これが増えて、はいはいはい、エセ芸術家選ぶわけですね。はい、エセ芸術家、ニューヨーク行くはですね、はい、これどういうゲームですか。まあ一人一人こうお題が渡されて、一人だけ違うお題が渡されます。うん、白紙ですね、白紙。そうです。で、その中で、うん、お題渡された人はそれに沿って絵を描いていきます。うん、で、ほうほう、一筆書きでパーツを描いていきます。ほうほう、一筆書きね。そうなんです。で、知らない人は、お題書かれてない人は、うん、それにを予想して合わせて絵を描いていきます。思考に人間の人は目を閉じてください。今、はい、俺は目を閉じるの分かった。はい、います。まあやっていけばちょっと分かると思います。見ます。で、次の人に多分ね、ブルってなると思う。コントローラー、はいはい、え、これやる、ね、ブルってなったらどうすんの。ブルってなったら、目開けて見てもらって大丈夫です。あ、そう、やばいよ、やばいって、あ、絶対やばいってこれ。なるほどね、うん、これ本来は、はい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 、はい、本来は絵本とかがあって、みんな3人だけに桃太郎があって、1人だけ何も書いてなくて桃を描くとか猿を描くとか犬を描くとかで当ててくるみたいなゲームですね。なるほどね。何これ、絶対無理やろ、これこれ鬼の音絶対無理やろ。これ視聴者さん見えてるわけだもんね。視聴者には見えとる、うん、はい、ラベット始まった。始まりました。おいし、あ、はいはい、はい、じゃあこれは一人だけお題書かれてないらしいので、はいはい、最初しこりんから一手書きなんで、これ一手書き、一発だけか。そうなんですよ。で、二ターンあります、二ターンあります。はいはいはい、はい、あ、何これ、マジで意味わかんねん。あ、なるほどね、 YouTube 見たらあれだから、見ないようにします。嘘？嘘？一筆書きむずいね。これ、これ何？これなんすか？わかるよ、わかるはずだよ。なるほどね。何か。はいはい。なるほどね。ワンちゃん。はい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 。これ2ターンあるんでね。うん。あ、そう、こう加湿するタイプでもいい。あ、ちょっとミスったな。え？え？え？いや、ジノさん。何を書いてるの？こういうことだと思います。多分これはこういう、こういう、あ、ほらなるでしょ。ほんまや、これこれ全然書けない。そう、思ったより書けないというちょっともどかしさもありますよね。コントローラー上げ結構むずいね。結果なんだこれ。おお、なるほど、おー、なるほどね、なるほど。俺だけ、ま、違うお題かこれ。じゃあもうこれ加湿していきますわ。ちょっと違うな、ちょっと違うな、これちょっと違う、違うね、え、そうなると、これいや、これこっち補足した方がいいのかな。いや、もう分かんない、分かんない、分かんない。でもくしくも芸術家が描きそうなわけの分からないになってきました。そうね。な何派でしたっけ、こういう絵描くのって。印象派、印象派ですかね。これを、誰かっていうのを考えます、はい、です。これは俺っちだろ。これ僕は緑だと思うんですよ。誰だろう、ディーノさんか。あ、確か。俺っちかな。
ストリーは多分通ずるものがあった気がするんだけどな。おー、やっぱりおかしかったもん。なんか俺ってなんで四角描いた？あれパレットです。そういうことですよね。じゃあ何だと思います？ちなみにあれ全然わからない。マジでわからない。これ超むずいっすよ、うん、これ超むずいっす。あ、でも言っちゃダメなんだこれね。そうだ、これまで言っちゃダメ、はい、これ超むずいっす。あこれ当てればいいわけですね。むちゃくちゃむずいっす今回のお題。どう？俺、でもこれはね、パレットってワード聞こえちゃったから、これじゃねえか。ああもうチーオレさん、パレットで分かっちゃう。チーオレさん、パレットで分かる。買っちゃったんだもん。じゃないですよ、パレットなんて。そんな、そんな、お題むずいねこれ。お題がむずすぎて。あと僕リーノさんがボソッと細い、あ、そう、細い、気になりましたよね、細い。あれ気になりましたね、細いは。なんだろうと。過失ってなんだろうって。もう一回、もう一回行きましょう。すごいわ、はいはいはい、これ私が勝ったことになるんですね。勝っちゃいました、はい、お題も当ててるんで、もう完全勝利です。俺っちがこれ素直に塗ってりゃ疑わなかったんだけど。四角の中に四角を描いたから、こいつなんか別の、ね、別のものを描いてるのかってこと。これ怖いよ、エセ芸術家。あ、そうでしょうね。何も伝わんないもん。お任せにします。お任せしましょう。いいですよ、任せましょう、はい、お題が町施設交通。ニノさん、はい、はぁ、はい、ラジガメ、俺っちですね。まあこれならワンチャンか。なるほど。あ、こんなん書くの。はい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 、はい、これは余裕っすね。ブルったからいいんですよね。はい、はい、はい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 、私からですね。これは逆にいや、これだから何か最後のお題当てがあるんで、犯人にバレないようにしなきゃいけない。あ、いやいや、違う、今端っこ行ったら、端っこ行ったら切れたって。もうこれディーノさんだわ。でもあのフォローするわけじゃないですけど、俺もそこから書きますね。そこから書きます、ね、パッとしたら、ね、でもバレちゃいけないんだよ。そうそう、だからこれ以上書かないでほしい、ちょっと。でもこれなんか水のふりをした。あ、まあそれもあるか、高度な戦術の可能性も。でもこうなるよね。なくはないよな。僕が書くならそこから書きます。はい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 。あー、なんか、あ、ちょ、かけすぎしてかけすぎじゃない？はい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 、かけすぎだよそれ。はい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 、いいんじゃない？もう大体誰か分かったよ。かきすぎだ、これまずい、かき足しちゃって。あー、でもいいよ、それもヒントだから。かきすぎだ。あー、しまった、くそ。もう操作、これ、なんかペンタブ使わせてくれ。どう？あー、なるほど。はい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 、信じるよ。信じるよ。あーとね、もうダメですって。怪しいぞ、もうダメですって。ね、もうダメだよね。もうダメです。そっちはもうダメです。それ以外のところ。ただギリ化して。ちょっと待って、うわ、ギリ化してやばいってそれ。もうでもこれで私を信じてくれる人が増えたと思う。これやばいって。もうこれ鬼も答え分かってんじゃないですかね。いやー、どうでしょう。これはでも答え分かっちゃったって、これミスがあったからいいようなものの、うん、普通に書いてたらやばかったかもしれないね。あー、かもね、かもね。そうだね、俺っち口数少ないよ。そうだね。あれどうすんの。どうすんの。俺っち何を書くんだい。千代さんどうしたんですか。そうだね、これ以上書き足すとまずいタイプのやつ、それともわからない。お、あ、あ、うん、これ、千代さんこれ今なんですか。言えないよ、ね。あ、まあそれは言えないよね。ここまでヒント出てね。あー、くそ。ちょっと待って、カジヤもちょっと怪しくなってきたんだけど。今ね、やっぱりどんくらいの時間で塗り切れるかなと思ったけど塗り切れなかったです。あー、まあ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 、そうだね。いや、これしこりんじゃないな。私の視点からいくとね。
これうわーこれどっちだどっちもあるぞこれ D のさんがわざとミスったパターンなのかそれともマジでミスったパターンなのかただね口数が少ないのはやっぱりここはね俺っちなんだよな三森さんかいやこれ一択な気するけどな下手に書き進めると後半の人がよりきついなこのゲームいやこれでも投票制っていうのが絶妙だねそうですねこっちかなあ、え、もうこれ2票入っちゃってるんですかラジガメにいや、これプレイヤーの番号ですねプレイヤーで番号だよ、これ2票2票じゃないですかでも2票2票になっちゃうなまあいっかどうなるんだ2だとどうなるんだあ、違ったバラけてるあら、あら俺に2票入ってんじゃんまあそうですよねそうですよ ね, そうですよね絶対そうですよねあ、やっぱりそう俺もそう思いましたもんそうさあもうちょっと喋ってよでもこれ答えっぽいんですよ、うん、もう限りなくいやだからもう僕は頭フル回転でどう別のものにこうミスリードしようか考えてたんですよあれおやおやおやイエーイやった全然わからんおよかったなんか結果逆になんでこんな下手くそないでわかると思った全然わからんよまるでベンチそうどこがベンチいやだからもうまだ映画館で俺は人が人をぶっ殺してるところに見えるああなるほどね重機でねそうそうそうああ、はい、よかった、うん、確かに、はい、いやーいや素敵なゲームですねいや青いベンチでしたなかなか面白いな面白かったいやまあなんかこうデジタルでこうアナログっぽいゲームをやるのは我が家のもね、いいですね。いややっぱり4人でねちゃんとやれた感じがありますし、うん、いいんじゃないですか。うん、いやというわけで今回はレッツプレイオインクゲームズを遊ばせていただきました、はい、ありがとうございました。まあ、この後、まあ、ゲストのね男色 D のさんにはですねこの後コーナーにもお付き合いいただきます、うん、ありがとうございます。よろしくお願いします。以上プレイング4ゲーマーでした。レディオフォーゲーマータップカッコ仮。ニュースフォーゲーマー浜松町文化放送から生放送でお送りしているレディオフォーゲーマータップカッコ仮。ここからはフォーゲーマー .net より到着したばかりの最新ニュースをお届けします。千代礼解説員よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。それでは早速紹介してまいりましょう。まずはこちらのニュースから。オケカツセカンドステージテンスバージョンの前売り券が発売中。
アイタスとバンダイナムコピクチャーズ、バンダイナムコミュージックライブが8月30日に東京サントリーホールで開催するアイカツシリーズ、オーケストラコンサートオケカツセカンドステージテンスバージョンの前売り券一般販売が発売が7月30日にスタートしましたということなんですけども、うん、はい、本公演は無観客収録でブルーレイ販売となったオケカツセカンドステージをアイカツシリーズ10周年に合わせて内容を一部変更し、アイカツ、アイカツスターズ、アイカツフレンズ、アイカツオンパレード、アイカツプラネットの BGM 主題歌劇中歌をオーケストラアレンジでお届けします。英式は水戸博之さん、演奏は東京交響楽団、うん、またアイカツ、アイカツスターズで歌唱を担当した霧島和歌さん、笹鎌リスコさん、藤代理恵さん、星崎香菜さん、相沢梨沙さんも出演し、それぞれオーケストラとともに歌唱予定。 MC はアイカツオンパレードで奇跡ラキ役を演じたアイラリンさんです。なお本公演は映像収録を予定していないので、オーケストラが奏でるアイカツシリーズの音楽をぜひ会場でお楽しみください。その他詳しくはミュージックフォーゲーマーの公式サイトをご覧ください。収録なしか。そうなんです。ライブだけなんですね。なるほど。続いてはこちらのニュースです。エーペックスレジェンズ、新シーズンハンテッドの情報をお届け。エレクトロニックアーツがサービス中のバトルロイヤル FPS エーペックスレジェンズの新シーズンハンテッドが北米時間の8月9日にスタートということなんですけども、はい、新シーズンハンテッドの実装に先立って開催されたメディア向けのオンライン説明会の内容を一部抜粋してご紹介すると、リリース直後から登場している人気のマップキングスキャニオンについてマップ各所の改善と新エリアレリックの追加が行われます。レベルの上限について、上限の500に達成するとバッジが与えられてレベル1に戻って、さらに500達成ごとに最大3段階のバッジが入手できる仕組みで、実質2000レベル2000レベルまで上昇させることが可能になります。すげえなこれ。他にも新アタッチメントレーザーサイトの追加やアタッチメントスカルピアサーの再登場、ケアパッケージ武器の入れ替え、ウィングマンスピットファイアのカテゴリー変更、レベル4バックパックノックダウンシールドの効果の変更など、ゲームバランスの調整も実施されているとのことです。気になった方は4gamer.net の記事をチェックしてみてください。はい、はい、さあ今回はねガチャなしってことですね、はい、そうなんですね、ちょっとあれなので、はい、というわけで解説委員のおえちでした。ありがとうございました。以上ニュース4gamerでした。レディオ4ゲーマータップカッコ仮、この番組は日本最大級の総合ゲーム情報サイト4gamer.net の提供でお送りいたしました。さあお送りしてまいりましたレディオ4ゲーマータップカッコ仮、エンディングのお時間なんですけども、今回第200回ということで、そんな記念すべき回にゲスト男色 D のさん来ていただきました。本当ありがとうございました。いやこちらこそありがとうございました。久々のラジカメいかがだったでしょうか。いやめちゃくちゃ楽しいですね。申し訳ない、本当に月並みなことを言って申し訳ないですけど楽しい。楽しんでいただけたのでは何を。次読んでもらうには次私は VTuber として出てくるしかないですよね。ぜひ V で出てきていただいて、結構早いってことになりますよね。逆に誰でしょうみたいな。
ジーノさんが V になるとしても、はい、あの今の姿以上にインパクトを出すの難しいと思うなるほどね。いやでもそれでもまあ、 あの来るためになったらちょっとやぶさかではないですよ。逆にどんな V の体欲しいですか。もう完全に自分から離れるか、それとも自分をベースに寄せるか。あ確かに。でもやっぱ人ならざるものがいいな。人ならざるもの、人外、美少女でもいいじゃないですか。いやそうですよ。じゃあデビちゃんみたいな。そうそう、デビちゃんみたいなやつ。デビデビデビルディのバージョン。なんで半笑いですか。できるの。いやそれがあのマスコットみたいな、ちょっと獣みたいな V もいるんですよ。あでもそうです。ディのさん、それが向いてるかどうか。あ、うん、どうなんだろう。いやでもなんかすごい可愛い VTuber から実は、うん、まあ中身なんかもう多分声聞いたらすごい分かると思うんで。やめろ。ギャップがあるとなんかちょっと良さそうです。あなるほど、ね、ギャップで勝負するタイプ、ね、あいいかもしれない、ね、確かにギャップで勝負はありか。重くそ可愛くなりたいじゃん。美少女でいいんじゃないですか。でも美少女はほらもういっぱいいるじゃないですか。いやまあそりゃね、いっぱいいるってことはみんな好きってことですよ。その思想からディーノさんの思想が出てくるってよくないですか。いっぱいいるからこそ特殊なことをやるやつが必要な。なるほど、まあまあ確かに、そういうことか。それは確かに一理あるかも。だからあのチャイカさんみたいな、花畑チャイカさんって23時にいる、方がいるんですけど、はいはいはい、その人があの男性なんですけど、ここら女性の方なんですよ、うん、あそういう系列。なるほどね。そうでもそれよりはもうシンプルにあの可愛いって言われたい。それは言われたい。やっぱ大事ですよね。可愛いって言われたい。シンプルな女子、うん、可愛いって言われたいだけの人生だもんな。そういやマジでそうなんだ。子供可愛いって言われるためだったら可愛くないことだってできるんだから。なあ、それは可愛くないんじゃない。哲学的ですね。だってね、あのお母さんは俺のこと可愛いって言ってくれたし。あ、ね、本当に戻ってる。それは言うだろうね。お母さんとか親戚のおばちゃん、俺のこと可愛いって言ってくれた。なんかなんだこの涙は。きっと可愛い。ディーノさんだってきっとね、お母さんには可愛い可愛いで最初から言われてほしい。なんなら最近も言われた。言われてますよね。言われた。ピンクのピンで可愛いって言われますよ。最高の家庭ですね。いや色が可愛いってことですよね。色が、うん、ちょっと薄めで見てもカービィみたいな。いやいいこと言ったのかな。でもそのディーノさんの今着てるポロシャツって、はい、オリジナルアイテムですよね。あ私の、はい、オリジナル。あそうですか。リングでケツを出してる。はい、ここごめんなさい。リオさんがロープ際でケツをこうやってる、はい、やってる、うん、よく気づいて。ピンから始まりやすかった。そんなメーカーないもん。何リングサイドでケツ突き出すメーカーない。わかる。こっちのレオは何でもピーの方かと思った。そうなんですね。うん、はい、あーすごいわ。いいシャツですね。ありがとうございます。いやありがとうございます。ぜひまた来て。はい。そうですね。VTuberにならずとも呼んでいただければと思います。また遊びに来てください。はい。一応ですね、あのお便りの方いっぱいですね、あのライブの感想いただきまして、本当全部読ませてもらいます。ありがとうございます。ぜひね、また来て。そうなんですよ、僕ライブやりまして、ツアーが先週の日曜日終わり、あ、土曜日終わりまして、お疲れ様です。全曲のね、ことで皆さんね、全曲がお疲れ様でしたって書いてくださってます、うん、本当ありがとうございました。で、皆さんにも来てもらったりとかして、ちょっとお邪魔させていただきました。ありがとうございました。行きたかったな。その時 FGO で、うん、すごい、ね、俺は真裏で FGO よ、頑張ってますよ、うん、次呼んでほしいな。行きたい。ディーノさん行きます。バックダンサーとかで出る側出る側なの。出る側で急にみたいな。可愛いよ。いいよこれは。ディーノさん持ってかれちゃう。可愛いよ。全部持ってかれちゃうからな。ね、そういうとこあるよ。いや、ありがとうございました。ということで、さあ次回の生放送なんですけども、8月23日火曜日でございます。うん、お楽しみに。まあ、最終的にずっと1200人以上の方々が見てくださいました。本当、ディーノさんありがとうございます。いや、これでも YouTube だけの数字だから。確かに。あの A&G 合わせると多分10万くらい。そうですね、10万同説いってる、同説10万ぐらい言ってるから。カジアンのその前の努力が実ったと思うじゃない。ありがとうございます。誘導もありがとうございました。さあそれではお時間です。レディオ4ゲーマータップかっかりお相手は岡本信彦と、マフィアカジタと本日